ラライ3-0判定勝ちも、後期ファウンダーが期待している試合はできなかった。ボクシング3150ファイトボリューム4、6日、レディオンアリーナ大阪。日本フェザー級5位のナライ翼、23、イコール RK 蒲田イコールが同級15位の一同ひろし、37、イコール T&T イコールに3対0、58-55、58-55、58-55で判定勝ちした。1回から右ストレートをヒットさせ、有効にポイントを取った。5回には一同に右ストレートを浴び、滑ってアッとなった、とダウンを奪われたが、6回も有効打を集め勝利した。3150ファイトと専属契約を結び初の試合、亀田、後期ファウンダーが期待している試合はできなかった、と悔しがった。今年は日本タイトル奪取が目標という習い、世界王者になって、親にマンションを買ってあげたい。こいつが世界に行けるなと認めてもらえるように頑張っていきたい、と先を見据えた。習い翼ダウン奪われながらも37歳一同ひろしに判定勝ち、水で滑った。自分の不注意、ボクシング、スーパーフェザー級ノンタイトル6回戦、6日、エディオンアリーナ大阪。日本スーパーフェザー級5位習い翼、23イコール RK 蒲田がダウンを奪われながら判定3対0で勝利した。日本同級14位の一同ひろし、37イコール T&T と対戦。優位に進めながら、5回に水で滑った。自分の不注意、集中力が足りなかった、というダウンを奪われた。しかし、このラウンド以外は取り、ジャッジ3人とも58-55の判定3対0で勝利をものにした。昨年9月に日本同級王者坂康介、中里に挑み、2度のダウンを奪いながら、逆転 TKO 負けで散る激闘を演じた。この試合を激勝した3150ファイト亀田光輝ファウンダー36が第1号となる専属プロモート契約を結んだ。その初戦に気負ったか厳しい勝利となった。習いは練習してきたことを出せず、おもろい試合を見せることができなかった。悔しいですと険しい表情。前回は盛り上がったけど今回はしらけた感じになって、プロとしてあかんなと思いますと猛省した。苦い薬を今後の糧にする。将来は世界王者、金持ちになって親にマンションを買ってやりたいので頑張りますと誓った。習い翼判定勝ちも反省、面白い試合を見せられなくて悔しい。プロボクシング興行3150ファイトボル4は6日、大阪市のエディオンアリーナ大阪で行われ、20年全日本スーパーフェザー級新人王で日本同級5位の習い翼、23イコール RK 蒲田が同14位の一同ひろし、37イコール T&T に判定勝ちした。昨年9月に日本王者、坂康介、中里に挑戦も3回 TKO 負け。4ヶ月ぶりの再起戦となる今回は3150ファイトと専属契約を結んでの初戦だったが、期待された KO 決着とはならず。5回には本人曰く、水で滑った、場面がダウンと取られたが、ジャッジ3者の採点は58-55と5回を除けば、フルマークの完勝だった。それでも本人は、練習してきたことが全然出せなかった。面白い試合を見せられなくて悔しい、と反省。一同については動画で研究しており、キレのあるパンチを意識。